県内でプロ野球チームがシーズン開幕に向けて汗を流す中、沖縄初のプロ野球球団琉球ブルーオーシャンズは先週新体制を発表しました。始動から3年目を迎えましたが、新型コロナの影響で観客を入れての試合ができず、県内での知名度も思うように上がっていないのが現状です。今後どのようにして野球チームとしての存在意義を示すべきなのか、ローカル球団の可能性と課題を考えます。先週新シーズンの活動方針を発表した琉球ブルーオーシャンズ。今年は育成をテーマに掲げ、 NPB ファームや社会人チームとの試合を県内外で開催。また海外の若手選手を中心に50人ほどを受け入れるアカデミーを設立し、秋には県内でトップチームとアカデミー生を中心としたリーグ戦を行う方針です。今期のですね、琉球ブルーオーシャンズのテーマに関しまして、地に足をつけた事業展開ということをですね、主眼に置いております。 NPB 参入を目指して2019年に誕生したブルーオーシャンズ。野球熱の高い沖縄からの挑戦は、1年目から新型コロナにより興行を一度も行うことができないなど難しい舵取りを強いられました。さらに去年の夏、一部選手とコーチによる規律違反が発端となり、チーム内で新型コロナのクラスターが発生し、活動休止状態に。その後、フロントと選手の間で契約をめぐって意見の相違が発生し、選手のほとんどがチームを去りました。北谷町出身のヒグマモンテル選手もその一人です。ドラフト前でこうやってもう活動ができなくなってしまったっていうのもあって、もう野球道具も見たくなくて、実際道具とかも全部見えないところに隠して一回野球を離れようと思って、まあ、それぐらいまで自分の心は来てましたね。地元で NPB 入りを目指した2年間、指導者やチームメイトへの感謝を口にしながらも、思うような活動ができず知名度の低さも感じたと振り返ります。沖縄の野球やってない人とかに、もう何やってるのとか聞かれても、あ、琉球で一応野球やってますって言ったら、いまいち分かってない人もいたんで、やっぱ地域に根付いてないなっていう印象が自分の中でもありましたね。大きな課題となっている認知度の向上。興行していくと、また野球教室等で社会貢献をしていくと、もうこの一点だと私は思ってます。やっぱり本業でまずはしっかりと活動している姿を見せていく。一方、九州では地域密着で野球との関わりを作り出す独立リーグに注目が集まっています。福岡では実業家の堀江貴文さんが新球団を設立し、九州アジアリーグに今シーズンから参入。また熊本県の日野国サラマンダーズは、去年のドラフトで投手一人が独立リーグ唯一の支配下指名を受けました。設立1年目ながら独立リーグでは2位の1試合平均550人を集客。初年度の決算では1600万円の純利益を計上し、黒字運営にも成功しました。日野国サラマンダーズの神田康則代表は、地域の子どもたちのための野球教室の開催や、高齢のみかん農家に行き収穫をサポートするなど、さまざまな地域貢献活動で野球に興味がないライト層を取り込めたことが大きいと話します。僕らレベルの野球を見に来てもらうには、やっぱり野球が入り口じゃダメだと思ってるんですよね。地域貢献であったお兄ちゃんを見に行きたいとかですけど、うちは選手に翌年の給与という時に通知を出すんですけど、プレー半分、地域貢献半分で点数を出して、それを月給に当てるんですね。それぐらい野球半分、地域を支えること半分っていうような教育を選手、コーチングスタッフにはしてます。地域に密着した活動で NPB とは違った価値を生み出すローカル球団。沖縄にプロ野球チームを根付かせることはできるのか。ブルーオーシャンズの3年目のシーズンが始まります。